はい、こんにちは。いつもはライブ放送ですけど、YouTube の方が、なんか、基準を変えたとかで、スマホによる、ライブ放送ができなくなったんですよ。多分、世界中でものすごい量があるもんだから、YouTube の、多分、容量オーバーになるからといって、規制をかけてきたんだと思いますけど、まあどっちにしてもタダでやらせてもらっとるんで、まあ仕方がないかなと思うんですけど、パソコンのソフトでやるんならできますよってことが書いてあるんで、できんことはないんだけど、そのやり方がわからないんで、今までスマホで安心しきってやってきたんで、まあなんともなりませんけど、まあ今日は今は録画でやっておりますけど、まあ今日は朝4時半に起きて、まあこういう絵を描きまして、ここのこの辺が違うだけで、周りは一緒ですけど、昨日と一緒ですけど、まあこういう形でこれを描いたということで、今日ライブ放送やるよみたいな予告の放送しとって、結局やろうと思ったらできなかった。朝はね、やれたんですけどね、予告はできたんですけど、今やろうと思ったらできないんでね。で、録画でやってるんですけどね。で、まあ、録画でもできんことはないけど、で、今日はこういうことでね、自分がですね、水が燃える燃料に変わる機械を開発した会社にお金を出資してるんですけど、130万円出したんですけど、水で走る車っていうのが、このアースデイっていう国連主催のアースデイという、この4月21日土曜日と22日の日曜日にあるらしいんですけど、この土曜日の方の午後2時から4時までパレードがあるっていうんですね。で、このパレードに、自分が出資した会社ので作った機械を乗せた車がパレードに参加するっていうんですよ。まあそういう通知が来たんですよ。で、これ本当は行きたいんだけど、見に。ちょっと行っとれんで、まあ誰か東京の方の人がいたら、見に行ってほしいなと思って、本当に水で走っとるかどうか、ちょっと確認したいなと自分で。まあメールで、インドネシアだったかな、それから、シンガポールとかオーストラリアでは、まあ、もうそういう機械が売られているという、話は聞いてるんですけど、現実自分の目でこの水で走る車が動いてるっていうところは見てないもんで、行きたいなと思ってるんですけど、まあちょっと行けないと。国連のアースデイっていうのでパレードがあるっていうことですね。それから、アンゴローさんっていうね、YouTuber の、YouTube 聞いてましたら、仮想通貨、交換業協会というのが日本にあるんですけど、これ、この間まで16社が加盟してたんですけど、最近ちょっと増えてるんですけど、この、加盟金とか、入会金とか、いろいろ発表されたらしいんだ。もう自分が見てね、このアンゴロさんの YouTube で初めて知ったんですけど、入会金200万円。会費が、現物のみの場合は960万円。リブのみは720万円。それから、カストロディのみ360万円。これちょっとよくわからないんだけど。で、預託金が300万円。それから、これ第1種ね。で、第2種として、入会金200万円の分、これは何だった？年会費300万円。というふうで。で、3種っていうのがあるんです。これ何だかわからないんだけど、こう1種、2種、3種とある。まあ、こういう会費とか年会費、預託金っていうことでやってるらしいんだ。まあ、初めて知りました。結構高いねと思って。そんなことないか。儲かるでいいか。それからですね。この仮想通貨の、取引所っていうか交換上ですけど、この分散型と集中型と2つあるらしいんだろうな。で、まあ今は集中型が多いんだけど、ビットフライヤーとかコインチェックっていうのは集中型なんだけど、まあ自動でやる分散型がこれから増えてくるんじ
だろうと言われてるんですけど、これは人間がやるんじゃなくて機械やるから、機械がやるから、まあなんか苦情を言ってくと行くとこがないらしいんだ。まあそんなこと言って、まあね、自分もこっち行く、だんだんこっちが増えるんじゃないかなと思いまして、手数料がすごく安くなるらしいんだ。まあ人間がやるんじゃないからね。それから自分がですね、このアル中、まあ実際自分はもうアルコール中毒、アル中だったんだけどね、40歳ぐらいまで。酒飲んどったわけ、毎日。それからまあタバコはね、これ20歳の頃にあのタバコはやめたんですけどね、この酒は40歳ぐらいの時にやめたということですけど、この酒のやめ方、前も一回話したんだけどね、どうやってやめたかっていうのはね、なかなかね、やめれんですよ。なんか7時ぐらいになると手が震えてきてね、酒飲むとスッと治るっていう。まあ依存症なんですけどね。それで、車に乗ってどっか行った場合ね、酒飲まんで我慢できるわけね。車に乗ってどっか行った場合は、また家に帰ってこないかんから。で、家に帰ってくると、飲みたくなるわけね。だから、この車に乗ってどっか行けばさ、酒我慢できるな、ということを思ったわけね。だから、ベンツっていう車があるね、ドイツの。そのベンツっていう車の、ね、50万ぐらいだ、確か、中古で。で、その50万ぐらいの車を、ベンツを買って、で、その仕事から帰ってきたら、もうご飯食べちゃって、で、ベンツ乗って、ここは愛知県の春日井なんですけど、春日井から、北の方向ね、まあ、要はその田舎の方向に、まあ、80キロぐらいのスピードでね、走っていくわけ。中津とかね、多治見とか中津っていう方向なんだけど、で、サービスエリアに泊まって、そこで1時間ぐらいぼーっとして、まあ、とにかく、中津の辺まで、中津川の辺まで行って、で、寝ながら行って帰ってきて、朝帰ってくるわけ、家に。車の中で寝てね。で、それでご飯食べて、また仕事行くわけね、仕事行って、で、帰ってくるとまたベンツに乗って、スーッと行くっていう感じで、それをね、1ヶ月ぐらいやったらね、酒飲まずに折れるようになったんです。だからそうやってね、酒やめました。まあ、いろいろね、断酒会とかね、あってね、いろいろ研究したけど、まあね、どっちみち、少しは金かけないとやめれんだろうという気はしましたね。で、まあ、その後、その酒を10年間飲んだ計算して、そうするとこのぐらいのお金かかるみたいな感じで、その金額で、ヨットね、アメリカ製の、まあ、新定価格、1500万ぐらいのヨットだな。で、それを500万ぐらいで持ってきてもらったりなんかするからね、500万ぐらいかけて、それで、金曜日の夜から、日曜日の夕方までヨットの上で暮らしとったわけ。そんな感じでね、海の上にいたって。で、それ酒はそういうふうにしてやめたってことね。それタバコはね、まあ20歳の頃にもうやめたんだけど、水を飲んでね、やめたんです。今で言うとペットボトルみたいな水を、タバコ吸いたくなったらね、コップでね、3杯ぐらい水飲むの。もう無理にでも。そうするとね、ちょっと収まるんだわ。タバコ吸いたいなっていう気持ちがね。だから、その水でやめたんです。まあ、それね、本かなんか読んだらね、書いてあって、そういう、やめ方みたいなのね。だから、この酒は、光っちゃった。この光ってるかな。酒は、まあ、ベンツで、多治見の方、多治見や中津川の方、ゆっくり行って、駐車場で寝ながら朝帰ってきてやめたと。それからタバコは水を飲んでやめたと。まあこういうことですね。まあそれぞれやめ方はね、あると思いますけどね。はい。それから今日のですね、仮想通貨のお値段が、まずか時価総額ね、仮想通貨の時価総額19兆1000億円。ということで、20兆あったんだけど、ちょっと下がったね。だから、このビットコインもこの値段、今、55万ですかね。これでも、もうちょっと高かったんだけど、ちょっと下がっている。で、イーサリアムが17,700円。それから、
XRP、リップルが37円。これも上がったけどちょっと下がってるね。それからネームが 7.5 円ってこういう形になってるんでね。時価総額に応じてこの上がったり下がったりするっていうことね。で、昨日夜だったかな。あ、今日の朝か。あ、今日の朝だな。あの、中野由依先生の動画見とったら、もう、もっと15万ぐらい下がるだろうみたいなこと言ってたんだけど、そんな感じじゃないね。あの、チャート見てると、そんな下がる感じじゃない。なんとか持ちこたえて、あの、このまま維持するんじゃないかなと。今、15万1000円で一緒ですからね。そんな下がらないと思うけどね。あの、押し目っていうようなもんじゃないみたいなこと言ってたけど、もっとこうガーッと下がるって、あの、カルロス・ゴーンさんがまた逮捕されたから、あれでガーッと下がるみたいなこと言ってたんだけど、そうでもないみたいね。はい。それからですね、このイチロー選手の記者会見があったんだ。みたいなね、これ引退のね、引退の記者会見があったということで、なんか息子が言っとったけども、息子が言っとったけど、毎日コツコツやることが一番の近道だということが、今は断言できるって言ったらしいね。だから毎日コツコツやることが、あの、成功の道、近道だよってこと言ってる。まあ前からこの人はこういうようなこと言ってましたけどね。まあそんなようなことでコツコツやるしかないだろうみたいなこと言って、この息子がね、オートバイのあの 50cc のね、あの小さいバイクに乗って仕事に行ってるんですよ。で、あの、オイル交換をね、自分でやるとか言ってね、オイル買ってきて、あの、オイルを捨てるためにこう吸い取る、あの、ガーゼっていうかスポンジみたいなもの。もう買ってきてやってましたね。で、なんかね、3ヶ月じゃない、2ヶ月に1回ぐらいやってるね、オイル交換を。オイル交換大事だ、みたいなこと言って。まあ別にオイル交換は、多くやった方が長持ちするんだろうけどね。それで、まあ自分はもう、あの、毎日コツコツライブ放送やるよ、みたいな感じで、やろうと思って来たら、あの、Google の、あの、方針が変わってライブ放送できなかったと。まあ、ひどい話です。あの、スマホで、あの、やるライブ放送はできなくなっちゃったわけね。あの、パソコンにソフトを入れて、パソコンにカメラをつけて、ライブ放送はできますよっていうことなの。で、それね、ちょっとやり方がわからんもんでさ、動画があるんですよ。ライブ放送のやり方、動画見てもなかなかね、理解できないんで。でもまあ、そのうち、あの、やろうと思うんだけど、ちょっと時間を、あの、ください。あの、だからすぐはできないから、こういうふうに YouTube のその動画でやらな仕方ないで、まあ昔みたいに戻るっていう、ライブ放送できなくなったっていうことね。はい。それから今日電話が来まして、何かと思ったら、カンボジアのとかウクライナの不動産を買わないかっていう説明会を名古屋でやるから、15人の定員で、あの、来てくださいよっていう電話が来ました。まあ、ちょっと考えますわって、メールで、あの、詳しい場所とか、時間その他送っといてくださいって言ったら、分かりました、言ってね、あの、ぜひ来てくださいとか言ってて、これね、あの、前ね、どこだったかな、あの、出たんですよ。あの、東京の新宿のね、あの、4人ぐらいのね、狭い部屋で説明したんで、あの、別にね、不動産買わなくても、あの、海外の話とか、いろいろ経済の、海外の経済の話とか、いろいろあってね、ためになったから、いいなと思ってね。で、あの、そういうのが名古屋であったら、あの、連絡してほしいって、あの、前から言ってたわけね。だから電話くれたわけ、その会社の人が。だから、まあ、行けたら行きたいなと思ってね。あの、カンボジアの話が聞けるかな。ウクライナの話も聞けるんで。まあ、ウクライナの不動産はいくら金があったって買う予定はないんだけど、その、どんな感じかなっていうことがね、あの、わかるからいいなと思ってね。そういうところへできるだけね、顔、あの、聞きに行こうと思ってるんですよ。はい。そういうことで、まあ、今日はまあ、そんな感じでひどい目にあって、まあ、ライブ放送できなくなっちゃって、まあ、しょうがないわね。人様の、あの、無料の容量を使ってるんだから、あの、仕方がないよね、それは。
はい、そういうことで、まあ、ちょっとギターでも弾いて、今日も終わりにしようと。で、今日これから、一宮の、南さんが、近く、この、ここから歩いて5分ぐらいのところの、スターバックスに来てくれと、もう多分来てるかもしれない。隣の畑のおじさんにもらったキャベツと、ネギを持って今からスターバックスに行きますわ。で FX の話をいろいろ聞いてきます。今日そういやFX のデモトレードをいろいろやって、それであれを覚えましたね。クイックトレードのをなんとかちょっと忘れちゃった。要は思った自分が下がると思っても上がる場合があるじゃん。で、下がる場合は、どれだけの幅で決済する。それが逆の方に行ったら、どれだけの幅で決済、損切りするっていう方法をね、今日習いました。で、それやろうと思ったけどね、なんか自分の好きな、チャートの形じゃなかったわけね。なんかこう、ペナントフラッグみたいな形で、まあ、どっち行くか分からんから、もう今日はやめ、別にやってもいいんですよ。デモトレードだからやってもいいんだけど、まあちょっとやめました。また今晩やろうかなと思って。で、やり方聞いたから、自分の思った方に30ピプス行ったら、決済。で自分の思わん方に行ったら、10だったかな。もう画面が、そういう画面になってるんですよ。で、それ変更できるんだけど、それね、外為オンラインに、今電話してね、1時間、2時間ぐらい前か、聞きました、それやり方を。親切に教えてくれましたよ。でも、わからんことがあったら、またどんだけでもいいから電話くださいとか言ってたね。はい、じゃあまあギターでも弾いて今日はまあなんともなりません。ちょっと下げようかな、こういうふうに見えるように。まあ、ライブ放送できなくて残念ですけど、この動画で、まあ、すいません、ごめんということで、よろしく。